はい、こんにちは、おチャンネルです。今回はですねすいません、ちょっと花粉でちょっと鼻水を逆にして喉に言われましたんですが、はい、仕切り直しまして、今回はですね、はい、何年か前のですね、上信電機さんの福袋にありましたですね、JR 西日本オリジナルグッズ福袋の中に入ってたですね、クルッピー JR 西日本225系のご紹介を行います。はい、これ JR 西日本さんオリジナルということで、はい、トレインボックス、あれですね、京都の鉄道博物館でも売ってるんですかね。はい、トレインボックスさんね、ブランドになっております。これ、まあ、買った経緯というか、まあ、福袋を買った経緯はですね、メインの中身がですね、ビートレインショーティーでして、トレインボックスのですね、オリジナルのやつのがですね、ボックス、1ボックス、まあ、入ってる、必ず入ってるということでですね、はい、それ欲しくて、まあ、福袋買ったら、それに入っておりました。正面パッケージこんな感じですね。まああんまり関西そんなに行くことないんでね、路線名とかちょっとわかんないですけど、はい、まあ新快速って書いてあるんで、まあ新快速で使われているようですね。では開けていきましょう。225系確か比較的新しいタイプの車両でしたっけね。まだ作られてるのかな。なんかこのカラーリングの資料時々なんかネットで新車出場のなんかやつ見たりしますけど、同じタイプなの。ちょっと細かい区分分けとかがね、わからないんでね。ちょっとあんまり関西の方は詳しくないので。よいしょ。関西はもう何年ぐらい行ってないんだろうな。もうコロナ禍前に、は行ったこと、ね、何回か行ったことあるんですけどね。で、これ説明書ですね。説明書が、はい、入っております。電池入れるようですね。これは、いくつの電池だろう、入ってない。まあ、側面に、こう、ネジに、側面に、電車の屋根か。屋根にあるネジを外して電池入れてください。とのことですね。では、出してきまーす。よいしょ。じゃあ、まあ、軽く、見ていきましょう。はい。前面はこんな感じですね。ヘッドライト、まあ、2色で塗り分けされていて、で、新快速で京都駅ですね。なってますね。A-0152 というのが運用番号でしょうかね。はい。出ます。で、ワイパーで、結構作り込み、はい、細かくされてますね。あと、渡り板もありますし、連結器とスカートですね。で、窓ガラスはもう水色で塗装されてますね。で、側面ですが、側面はこんな感じで、ちょっとこういう屋根の反り気になりますが、こちらもまず水色で、はい、塗装されていて、新快速京都の表示と、ここに JR マーク入ってますね。これは確か実車は3ドアかなんかでしたっけ。なので、まあ、だいぶデフォルメはされているような感じですかね。2ドアにこうビートレとかみたいにですね、デフォルメされているような感じですね。で、ドアの下のところの黄色いラインと、あとちゃんと台車もですね、はい、再現されてます。これなんでしょうかね。トイレタンクとかですかね。はい、こんな感じですね。で、つま面が、はい、こんな感じですね。はい、これちゃんとパンタグラフ車だからでしょうかね。こう、配管が通ってるのがちゃんと再現されてますね。と、やはりここも、扉の窓は、水色で塗られております。はい、で、これ手すりですかね。はい、で、連結器が再現されています。
で、こちら側ですね。こちらもまあ反対側と同じような感じで、ちゃんと、車両の帯と、この窓の脇ですね。茶色くなる。茶色いこう、まあ、実写はステッカーでしょうかね。と、JR マークですね。で、窓は、はい、水色ですね。で、こんな感じです。で、車両の上部ですが、はい、これはアンテナかな、車両用信号玄関かアンテナかなと、クーラー、それからパンタグラフですね。で、電池入れるネジもこの2箇所ですね。で、ちゃんとあの、シングルアームのパンタグラフですね、これ。はい。まあ、特に上がったりとかはできないですけど、ちゃんと結構立体的によくできています。で、すいません、もう、今、3月末ですけど、もう、ね、スギ花粉終わったんですけど、ヒノキ花粉症で、はい、ちょっとまだ鼻声というか、ちょっと、はい、まあ、あんまりこう、本調子じゃないんですが、すいません、今。はい。で、側面ですね。こう、なんかタイヤがいっぱいついて、こう、よいしょ。プラスチックのこう、硬いタイプのやつが、まあ、2個ずつ、前後2個ずつで、4輪。それからゴムがついているタイプですね。が、ここに2つと、横向きに1個。全部で、7輪ですね。はい。タイヤがついております。はい。で、これは電池入れると、よいしょ。なんか、落ちる前にくるっと回転ってことで、まっすぐ走って途中でクッと曲がるようですね。で、おそらく、まあ、このタイヤで、ね、これで横移動するかと思います。ではですね、電池入れていきましょう。ね、ここのですね、はい、ネジを回して、で、屋根を取ります。そしたらこれいくつだろうな。DC1.5。炭酸かな？炭酸ですかね。あ、炭酸ですね。炭酸電池を、よいしょ。車両の後ろの方がプラスですね。なるように、差し込んであげます。そしたら、屋根を、戻して、閉めます。ということでですね、屋根閉めました。で、電池入れたので、ここにスイッチがあるので、スイッチオン。お、動いてます。では、走らせたいと思います。あれ、全然曲がんないですね。よいしょ、じゃあこっちかな。ですね。よいしょ。お、曲がった曲がった。これあれなんですね。端っこに来ないと曲がんないんですね。いいよ。どこ行くのどこ行くのんー、だめです。ちょっと、おっと、場所があんま良くないね、これ。よいしょ。なんか勝手に曲がってますけど、まあ、こんな感じで、これで合ってんのかなうん、止まっちゃった。ここちょっと出っ張りがあるんで。止まっちゃった。まあなんか勝手にくるーっと綺麗にカーブしてますけどね。はい。まあこんな、ちょっと違うのかな、動き方本来と。ちょっといろいろ、はい。何回か試してみますが。よいしょ。ああ。ちゃんとこう端っこくると、くるっと曲がるようですね。はい。ということでですね、今回は、JR 西日本さんオリジナルのですね、クルピー、JR 西日本225系を見てきましたけれども、これどうなんですかね、シリーズでなんかこう他の車両とかも出ているんですかね。なかなか面白い商品だと思います。まだ売ってるのかね、ちょっとわからないですけども。ぜひ、見かけたらですね、ちょっとこう、面白いので、遊んでみてください。まあ、あれですかね。京都の鉄道博物館
なんかちょっと発音おかしくなったすいません。京都の鉄道博物館行くとまあ売ってるんですかね。まあ行かれた際には、ね、あのまあお土産とかでこう買ってみるのもいかがでしょうか。はい、なかなか、はい、やっぱり、ね、JR さんオリジナルということでも結構、はい、見た目結構造形めちゃめちゃいいので、はい、おすすめです。ではですね、今回も、動画ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。もしよろしければ、高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。また、鉄道好きの埼玉県民の名前でですね、Twitter、Instagram の方もやっております。そちらの方もですね、ぜひフォローしていただければ幸いです。こう日常的なことをつぶやいたりとか、YouTube 以外のところのものでですね、結構Twitter、Instagram ともに上げてますので、ご覧いただければ幸いです。結構面白いと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。